こんにちは、所長です。今日は宜野湾から空港の方に、沖縄空港の方に戻っています。沖縄は結構こういう人建築が多いので、ちょっと今回は移していこうと思います。車の中から、運転はトシ君で、僕が撮影ということで、今信号で止まってますけど、いろいろと。ここはどこ？この辺はどこに？今人間地区がないの。まあもう少し行かない。もう少し行かないとないかもしれんけど、まあまあ続けて撮っていこうと思います。お酒屋。よいしょ。止まったらこう周りの方をちょっと撮ってみましょう。はい、お聞きいたしましょう。結局合う3、4本買ってたって買っちゃいました。この辺は普通っぽいビルが多いね。さっき言ったようなもう、まあまあカラフルはカラフル。さあ、どんどん進みますよ。どの辺が面白い建物が出てくるかね。これがもう、こっちのあれが。ああ、右側のこの、この、これがもう絵ですね。何でしょうね。台風がよく来るから。まあ、沖縄は台風がよく来るから、こういうレンガ的な建物じゃないと、台風に飛ばされちゃうから、風がよく吹き抜けるように、うん、そうそうそう、隙間接線で、うん、建物がちょっと変わってるんですね。これで俺んだ初めあれやな、うん、こういう人建築の魅力になんか取りつかれてっていうのもあって、取りつかれて、それで沖縄がめちゃくちゃ好きになっちゃったって感じで、沖縄病です。初め笑ったもんな。あ、なんだこの建築はとか。こんなハウジングセンターあったらすごいと思う。こんな建物ばっかりやったら。何？誰がこういう建築を考えるんでしょう。およそ300m先、左方向です。これなんかダイソーみたいなんですけど、下の方がなんかピラミッドみたいな。あ、信号停止しましたので、ちょっと周りを映しましょうか。あ、こっちにちょっと団地があって、グラム変わってるね、やっぱり。左、一番右のところに黄色いなんか。結構、うん、沖縄ってこういうなんかカラフルの建物が多いですよ。ピンクとか青とかね、緑とか。はい、進みます。あ、この辺は多分新しいビルだから、うん、ちょっと古いと結構変わった本当の、うん、建物がいっぱいあります。今ここ映してるけど、ちょっとこの隙間もうちょっとアップしますと、もうなんかおかしいな建物があるとか、せんか。こんな感じですね。じゃあ引いて動きますんで、じゃあ前方出発、左へ曲がります。この横あたり変わったの。右はもう米軍になりましたんで、左の方がもう日本の建物ですね。ナンバー映さんようにちょっと上目的に撮ります。このぐらいで、あそこにスタンドがあるけど、めちゃめちゃ高い。880、リッター880だし、
違う、これこれリター888円違うやろ、これ出てねえだけやろ、これ違う、このな三角の建物も変だな。なんだこれ、ハウジングセンターって書いてるけど、あるんだハウジングセンター、あ、今書いてる、沖縄の、うん、行ってみたいな。このマンションも変、変だな、のっぽで、なんだこれ。笑ってしまいますね、見てるだけで。さすがに、あ、病院ですね。これはまあ普通の建物だな、病院だな。ちょっと古いともうこうなんかもう変なんですよ。あ、もうこれも変ですね。あ、また黄色い、また変のが出てきました。もっと密集してるのが変ですね。本当は面白いのは、もっと密集しとるところはもっと すごい、あ、これも 変ですよね、はい。一見してみるとなんか全部あ、ちょっと横を見るともうこんな古いとなんかもう古いと廃墟っぽく見えるんで、あ、古いと廃墟っぽく、うん、まあ空港に今向かってるから、そう、だから空港の方は結構新しい建物が多いよね。ちょっと一本裏通り入るともう元は新建築のものがたくさんあります。はい、多分もうちょっと走るとね、こっち見えてじゃあ行っていいので、もっと増えてくるんでね。ホットモットとか普通にあります、ね。まだちょっと時間あるね。ちょっと行くので、ね。ちなみに。右側は、米軍基地です。まあ空軍の空軍だろうね、広いで多分。まあ左側はまあ沖縄の建物。本土にはない建物だな。まあない。新しいのでもこれ結構新しいビルだけど、なんか作りが真ん中がなんか湾曲しとってなんか変ですよね。あ、その正面のビルもなんかこっちの正面のビルもなんか変ですね。あ、渋滞にはまりまして、まとまってます。で、隣は でかい車が来ちゃったので、横には伏せません。じゃあ、走りました。本土のあるようなホンダとか、だいぶ普通の建物らしい。この辺は変には思いませんね。あ、今からちょっと坂を上がっていきます。坂に上がっていくと、あの下にいろいろな坂を上がって、あ、米軍の右側の米軍がなくなりまして、あ、これだ、これを見渡すと、あ、ちょっと見えるかな、みんな、あ、ちょっと早いから、あ、こっから多分こう見えます。なんか不思議な光景が細かくて不思議な光景がババーって流れてます。別にこれ早送りしてるわけじゃなくて、車が走るだけですけど、マンション、みんなマンションもありますね。あ、左側もちょっと左側変な人がたくさん出てきました。
おぉなぁなぁなぁあ、これも、これも、これも、これ、だから 9年見てんよね。9年、引けん。カメラが引けん。すごい。急にこういうのが出てくるんですよ。さあ、こっちのビールは。なんか変ですよね、まあ。マンションでも変な形してるんですよね。あ、このマンションもなんか、バスであれで、湾曲してます、これ。横はこんな感じで。また正面ちょっと見せてみましょう。交差点停止です。バスが横に来ると落ちてんでかもね。車が低いの。で前も。一応ここは何の交差点でしょうかね。これは那覇市杉田エース株式会社書かれてます、ね、こういうマンション。じゃあ走りますよ。行け。あ、正面にあれピンクの、正面にすごい綺麗ピンク、手前に黄色、して奥の方に真ピンクのなんか建物が出てきました。綺麗やね。綺麗ですね。本土にはこんなピンクなる見たことないですよ。ラブホしかないんだね。あ、そうだな。あ、さあ走り出しますよ。はい、左側見てください。皆さん、この建築地区を、あ、すごい。おお。これが沖縄というものです。皆さん。違う、建築には何注目してねえよ。沖縄の身の奥は海だけじゃなくて食べ物でもなくて建物なんです。実は違うやろ。建物に身の奥があるんです。違うです。これこそダイナミックということです。まああとここではないけどお墓だね。あ、お墓はまあドレッドなんで。見て、正面見てください。あ、ブルーのビルも出てきましたね。これカラフルですよ、これ。そうそう、楽しいな。空港に近くなってきたら結構 都会になってきたよね。いや、今ここは花取り。あれ、そうか。あ、そう、近づく。空港も向かっとるんだ。いや、適当に旅行しこのなんで色が違うんやろな。あ、なんかなんでここだけ青いんかね。横は黄色も入ってますもん。おしゃれだ。あ、すごいね、すごいデザインね。すげえ。で、こういう隙間からちょっとアップしてみました。わー、すごいね。こういう密集地の裏側はやっぱりすごい。やってもらった見てもらいました。こんな感じです。こんなことかな。ということで、渋滞がちょっと続き出してましたんで、まあ、沖縄の魅力の一つとして建築地区っていうのを皆さん頭に入れておいてください。では、さよなら。